落としてはいけない試合を負けてしまったので、チーム全員でやっぱり勝つっていうことを最初のミーティングで言って、まあ、入りはすごく良かったんですけど、まあ、個人的に僕自身もファールを見てしまってしまって、まあ、コートに立っていないといけないのに立てない状況になってしまったので、まあ、そこは後半どうにか取り返そうとして自分の持ち味であるアタックし続けてやっぱりチームに流れを持ってくれたので良かったと思いますが、やっぱり常にコートに立てれるようにスマートにプレーをしていこうと思います。あとベンチでもやっぱり昨日はウッドベリー選手が得点に苦しんでたので、まあ、決めた時とはチームで盛り上がるようにしっかり鼓舞してできたので、すごくいい雰囲気で今日は勝てたと思います。